こんにちは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日の動画のテーマは、シミのケア方法をご紹介したいと思います。今の季節、これから夏本番になって、日差しが強くなるとどうしてもシミが残っちゃうとかいうことが、気になりやすいと思いますので、そちらのケア方法を今からできる方法として、ご紹介したいと思います。でこちらですね、そのシミのケアで、とても大切なことはシミに対して、正しい知識とあと正しいケア方法を知って、それに備えるというか、普段からケアすることが、とても大切になります。それでは早速まずケア方法ですね、いきなりケア方法のご紹介をしていきたいと思います。ケア方法としては、2つのポイントがあります。まず1つ目は、シミとかができやすいのはこういう 目の下の辺、この辺りですね、頬の辺りですので、そこに触れながら、ここです、エラに向かってさーっと、これはもう回数特になくて撫でてください。これが1つ目のポイントです。でもう1つのポイントとしては、言葉を発するようにしてください。シミが、なくなった状態、例えば美白でいいですね、美白で、あとこの身体的に楽になる方法をなる状態を言ってもらった方がいいので、美白で顎楽ですね、美白で顎楽、美白で顎楽、美白で顎楽と言いながらずっとケアをしていってください。この2つのポイントだけです。特に回数は決まりはないので、そのシミのできているところからエラに向かって撫でることと、美白で顎楽、美白で顎楽というふうに言ってみてください。で、このケア方法ですね、なぜこの方法が大切なのかということなんですけど、まずシミのできるメカニズムになるんですけど、シミができる原因っていうのは日差し浴びて、紫外線ですね、紫外線を浴びることによって、メラニンという色素が出てきます。でその色素というのは実はそのここですね、表面のところの細胞とかをそのメラニンでその紫外線から守ろうとするためにそのメラニンが出てきます。で、そのメラニンが出てきた色素ができてたことができるんですけれども、それがターンオーバーといって新陳代謝ですね、どん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 新しい皮膚が出てきて赤のように表面に出てきてポロッと剥がれ落ちるというのが本来の機能になるんですけども、そのシミとかができる原因っていうのはそのターンオーバーがうまく働かなくて、その色素沈着といってそのメラニンがそこに残ってしまってシミになるっていうのが、シミができるメカニズムになるんですけども、先ほど言ったみたいに、とてもこれが大切なことなんですけど、どうしても、そのシミとかこういうものができると悪いものというふうに思ってしまうんですけれども、実は、シミのできる原因のそもそもメラニンっていうのは、紫外線から自分の体を、特に細胞とかの核を守ろうとするために、守ろうとしている結果、そうなる。っていう風に、だからどちらかというと悪者というよりは自分の体を守ってくれてるものという認識ですね。だから守ってくれてありがとう、もっと言えばもっともっとできるようにして、ただ沈着してその循環が悪くなってしまって滞ってること、循環っていうのは、川の流れもそうなんですけど、流れることがいいこと、例えばこれだったら色素だったらメラニンだったらメラニンができて、できてあとターンオーバーによって表面から出て、表面のところで赤みたいに剥がれ落ちて、また中から普通に出てきてっていう、この繰り返すことがとても大切になるんですけど、そこに沈着してしまうってことが良くない、結局循環してないことが良くないことなんだよ、ね、悪いものではなくて循環せずにここに滞ってるのが良くないことですので、ちゃんと働いてくれてありがとうね、でもっともっと働けるようにしようねっていう考え方というか、そういう考え方でここのケアをして、どん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 もっと色素がちゃんとできるようとか、あとターンオーバーしてしっかり皮膚がちゃんといい状態になるようにしようねっていう考え方でケアをしてもらう方が、体に対して、いい影響ですね、必要なものを邪魔者扱いするんではなくって、その自分のために働いてくれたものに、感謝しながらケアすることでもっともっと良くなっていくよっていう、ケア方法になりますので、今から日差しの強くなる時期ですね、今言ったみたいに結局シミができるっていうのは色素沈着といって、循環しなくて滞ることになるので、実はその紫外線、日差しが強くなる前の今の段階から結局循環を良くして、そのターンオーバーですね、ターンオーバーがうまくいく状態にしてるとシミはできにくい、で元々あるシミなんかも薄くなっていくものになりますので、ぜひ今のうちからできればシミとかができる前の、
今の時期の段階から、美白でアゴラク、美白でアゴラクっていうケアですね。これがそのシミとかがもしできてたしたら、今まで守ってくれてありがとうねってぐらいの気持ちでやってもらうといいのかなと思います。もっと詳しい方ですね、この考え方とかケアとかが知りたい方はメールマガジンを発行しておりますので、そちらから登録してみてください。でもっともっと詳しく知りたい方はぜひ対面ですね、実際にお会いして講座なんかで参加されると、もっともっと詳しくアドバイスできたりお話できたりとかできると思いますので、ぜひ興味のある方で、方法ですね、興味のある方法を選択してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。